一気に下に落ちて、マグマダイブ。上からマグマが降ってくる、急げ。急にいっぱい炎出てきた、怖すぎる。皆さんどうも、コンコンチドヒーです。今日もマインクラフト頑張っていこう。今日は村を TNT まみれにしちゃおうかなって。なんだここ、見たことない場所にいるぞ。ここどこだ？そこがどこか教えてあげようか。もしかしてその声はハゲムキダシくん？誰がハゲムキダシくんだよ、先生だから。先生そんなとこで何やってんだよ。今日はドイヒーをなんと小便器の中に閉じ込めたよ。変なとこに閉じ込められちゃった。今日はここから脱出することできるかな。先生が作る脱出ゲームなんて余裕のよっちゃん89歳。そんなこと言ってたら小便器の水流しちゃうぞ。やめてよ、おしっこと一緒に流さないでよ。ドイヒーは小便器で流され帰らぬ人となった。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ、脱出しようとしてくれよ。下には脱出できそうな場所なかったから上に登っていけばいいのかな。じゃあ泳いで上に上がっていこう。先生行ってきます。のんきだな、そんなんで脱出できるかな。上がっていったらここにドアがあったよ。この中に入っていけばいいのかな。ここに入って脱出成功。そんなに簡単じゃないから。まあ簡単に脱出しちゃうから任せといてよ。ジャンプであっちに届くかな、行ってみよう。って全然無理だった。どう考えたって無理でしょう。何事もチャレンジすることが大事だよ。絶対失敗するならやめといて。だけどどう渡ればいいのか。こんなとこにチェストがある。中には弓矢が入っている。これをどうやって使えばいいんだよ。もしかしてあの的を狙いってことか。撃ってみよう。いけ。なんだ、急にブロックが出てきた。お化けの仕業か。コマンドブロックの仕業だよ。それじゃあもう一丁。これで橋ができたぞ。それじゃあここを渡っていこう。あれ落ちちゃった。絶対わざと落ちただろう。バレちゃった。テヘペロ。テヘペロじゃないよ、ちゃんとやってくれよ。それじゃあ次の部屋行ってみよう。次のところはどんなところかな。あー落ちちゃった。みんな大好きマグマダイブ。気をつけて進んでいきなさいよ。じゃあ次は慎重にチェーンの上を渡っていくのか。あそこ行けるかって下まで落ちちゃった。だけどうまく渡れるのかよ。少しずつ進んでほしいのにな。渡るの簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。ギャグ言わなくていいから。さあ次はどんな場所かな。焚き火がもくもく厄介な場所だな。上に乗るのかなって落ちちゃった。そして焚き火でダメージ食らってやられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。焚き火ってダメージ食らっちゃうんだ、知らなかった。焚き火は回復すると思ってたよね。それはフォートナイトだから。次はこのチェーンのところ普通に進んでいこう。こっちに行けばいいのかな。あー落ちちゃってる。またまたマグマでやられて、あじゅっぴじゅっぱー。次は気をつけていくぞ。本当に気をつけてよ。当たり前だな、ブラックマーってジャンプしてきた。でも大丈夫だった。結局気をつけてないじゃないか。結局先に進めりゃいいんだよ。また焚き火のところ頑張って行こう。次は落ちないようにってダメージ食らっちゃってるよ。急いで進んでいかなきゃいけないのかよって結局やられて、あじゅっぴじゅっぱー。焚き火でダメージ食らう予定じゃなかったから予定よりめちゃくちゃ難しくなってるよ。むずすぎ、むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。ここでダメージ食らいすぎると焚き火が大変になっちゃうね。気をつけて進んでいこうって。またミスしちゃった。同じミスするなよ。体力減っちゃったけど急いでいけばいけるはず。焦らずに行くんだよ。リズムよく行ってみよう。テンポよく次から次へとジャンプしていこう。いいよ。ああ落ちちゃったよ。またまたやられて、あじゅっぴじゅっぱー。
次こそここを最小限のダメージで進んでいこう。ちゃんと中心さえ捉えたらチェーンの上も進んでいけるから。ここがどうしてもダメージ食らっちゃうな。それは設計ミスしちゃった。ミスは髪の毛だけにしてほしいよ。ミスしてハゲてるわけじゃないから。次こそ行くぞってまたミスしちゃった。ダメージ食らいながらだと4マスジャンプいけない気がしてきた。この後もここでやられまくりだよ。もう脱出するの諦めるよ。そう言わずに頑張ってよ。手直しするからさ。じゃあここでもう終わりにしてよ。この先もまだあるんだから一応やってよ。それじゃあ修正された場所行ってみましょう。ダメージさえ食らわなければ落ち着いていけるから余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄りって落ちてるじゃないか。やらかしちゃったよ。あじゅびじゅばー。次は落ち着いていっちゃうよ。煙で見えないようにしたつもりかもしれないけど普通に見えちゃってるからね。それは言わないよ約束。さあ次の場所はどんなとこかな。スライムステージか。跳ねながら進んでいく。あー落ちちゃったよ。マグマでやられて。おじゅびちばー。跳ねる距離の微調整が難しいからね。次は気をつけていっちゃうよ。距離の調整すればいいだけだから余裕のよっちゃん89歳いればなくす。大事なものなくすなよ。なんだよこのマグマは。マグマのせいで先進めないぞ。こっちから行くのか。だけどこっちにも道はない。あるのは的だけ。チェストがあったからまた弓矢か。やっぱりこれであれを狙ったらどうなるんだろう。何か起きてるかな。あ、一箇所だけマグマなくなってる。ここから行けばいいのかって。マグマ落ちてきてやられちゃったよ。あ、じゅっぴじゅっぱー。急がなきゃいけなかったのね。上からマグマ降ってくるのにはびっくらこいて魂出ちゃったよ。魂出さないでくれよ。次はあそこを急いで突破しよう。弓矢をゲット。これで的を狙っていく。そして急げ。急いでたら焦ってマグマ食らっちゃったよ。マグマ降りてくる前に抜けるんだって。あれ下に落ちてる。そのままやられて。あじゅびじゅっぱー。急がなきゃいけないけど行き過ぎたら落ちちゃうよ。いやーな仕掛け作るなあ。あーもはやマグマに触れちゃったよ。ここ進んでいくのまずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。次はこのクモの巣を進んでいけばいいのか。動きがゆっくりすぎてライライしちゃうよ。いやいやね、逆から言わなくていいから。ちょっとずつ進んでいくしかないか。っていうか下にマグマないか。頑張って進まないとマグマダイブしちゃうってことかな。急げ。思ってたより距離が長い。到着するまでに1時間はかかりそうだよ。そんなにはかからないでしょう。進むにつれてじわ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 沈んでいく。かなり沈んできたけどこの下にまだ雲の巣あるのかな。正直ないね。ないのかよ。設計ミスかよ。じゃあクリアできないじゃん。このまま落ちてマグマダイブで。あじゅびじゅばー。クモの巣増やしといたからもう大丈夫だよ。ちゃんといけるように頼ますよ。いけるところはミスしないでよ。いけるようになったらもう大丈夫。おならがブー。ちょちょちょっとクリアしちゃうよ。どうしてもそこダメージ食らっちゃうんだね。お決まりですからね。お決まらないようにしてよ。もう進めるようになったから安心。進むの安心。空振り三振。何でも壊すよ破壊し。うん、逆言わなくていいから。さっきは進めなかったけど今回はどんどん落ちていっても大丈夫って。急に燃えたよ。そのままやられて。あじゅっぴじゅっぱー。進めるようになったんじゃないの。上からマグマ垂れてきちゃったのかな。いろいろと修正しといたよ。最初から頼んませ。じゃあ的を弓で狙ってって。ここも広くなってる。渡りやすくしといたよ。それでもダメージ食らっちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。そしてクモの巣のところに階段ができてる。ここまでするんだったらもう脱出させてよ。一応まだ先があるから最後までやってよ。仕方ないなって。ダメージ食らっちゃってる。そしてまたまたやられて。あじゅびじゅっぱー。進みやすくなっても大変だこりゃ。
次こそここ突破するぞ。通りやすくなってんだからさ、ここから思いっきりジャンプ、あとはゆっくり進んでくだけ。映像が地味なんだよな。それは言わないよ約束。ようやくここを突破できそうだよ。長かったな。マグマに触れないように下に落ちたらいいのかな。下にはスライム、落ちても大丈夫。そして下に板があるぞ。これ踏んだら何か起こるんじゃないの。一気に火が出てきた、怖。こんなのどうやって進んでいけばいいんだよ。一つずつ消しながら進んでいかなきゃいけないのかな。消したとしてもまた板を踏んだら元通り。また元通りにする意味がわからないよ。また一から消していくの大変。っていうか待ってたら火って消えてくんじゃないの。そこは待たずに進んでいってよ。じゃあ寝て待ちますか。寝なくてもすぐ消えるから。消えたところを気をつけて進んでいきましょう。最後がめちゃくちゃ簡単、美味しい牛タン。0点取ったらアンポンタン。出口だ。ようやく脱出に成功だ。よく出てこれたな、ドヒー。次は先生を脱出ゲームに閉じ込めてやる。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。